今日はね火曜日だね。日曜日にちょっとね久しぶりに上りなんかを走ってしまって、多分ローディーの方からするとどこが坂やねんって言うかもしれませんけど、まあまあ今の私にとってはもうちょっときつかったですね。しかもミニベロにはクリートつけてないので左の膝が変な角度になったみたいで、ちょっともともと左の膝弱いんですけど、左の膝に痛みが出たので昨日ちょっと1日休んで、今日はね船戸駅からサイクリングロードをちょっと走ってます。ランチをね食べる予定で、もう食べることしか考えてないですけどね、ちょっとしばらく走っていきます。久しぶりのふみさんに来たんですけど、40分ぐらい早く着いてしまいました。今の体力だともっとかかるかなと思ったんですけどね。さあどうしよう、ちょっと時間つぶししてみましょう。大桑長店さんで麦茶を買って休憩しまして、さあもうゆっくりふみさんに向かえば空いてるでしょう多分。JA では柿の出荷が最盛期ですね。オープン5分前です。もうこれは準備して待ちましょう。Thank you.
お食事どころふみさんで焼きそばの大とご飯の中で味噌汁の中をいただいて出てきました。あーやっぱうまい。この後を考えるとね、波とご飯ショートでもいいんでしょうけど、もう座ってしまったらね、他の注文が出てこなかったですね。もうふみさんの焼きそばに関しては説明することは何もないでしょう。いつもはもっと遅い時間、まあ昼に来たとしても昼過ぎ、今日みたいにオープンスタートで3番手っていうのもこんなん初めてですね。まあ、わざと狙ってなかったっていうのもありますけども、お一人は県外のナンバーの方、もう一人は地元の方でしたね、おっちゃん。いやー、歩道の整備も悪いな。さてどのぐらいかかるか分かりませんが、岩出ぐらいまでとぼとぼとは走っていって、お腹とお店のタイミング合えばもう一軒食べれるかな。まあ、とりあえず走ってみます。初めて来ましたね、こういうところ。あかん、まだ復活してない。なんかモダンな寺ですね。今紀の川市役所の近くまで来ましたけど、今 U ターンしたんですけどね、居酒屋さんとかの並びにラーメン屋さんができてました。今絶対食べれないので今日は無理ですけど、鶏そばすずらんさん、鳥パイタンって書いてましたから、また近いうち来てみましょう。まあ、はっきり言って今絶対無理です。腹パンです。